ダラスのインターチェンジのジャンクション。道路のジャンクションとは、道路の分岐点、合流点、交通結接点、接続点を指す。交差点も含まれる。高速道路同士を接続する施設もジャンクションの一種で、ある。平面交差を廃止、速度を必要以上に落とさず円滑でありながら、安全な分岐、合流を実現し、接続された別の高速道路へ進むことができる。 道路はもともと都市同士、あるいは都市と要塞などの軍事施設を直線的に、あるいは荒い越しのように地理的な制約を容易に超えられる場所を経由しながら結ぶものとして成り立っていった。その結果として、それらの道路が交わる場所が複数生じ、これがジャンクションとして起こったものである。このような場所では、古くからの都市の外側であっても、複数の交通が交わることにより、 新たな交易が生じ、結果として新たな拠点として成り立っていった。イングランドのスコッチコーナーはそういった古くからの拠点の一つである。ジャンクションの名称は多くの場合で所在地名をもとに名付けられる。その交点から至る場所の名称や交わる方向から名付けられることも多い。特徴的なものとして、イギリスでは交点の角にあったバブの名前をそのまま交点の 名称としているケースが見受けられる。これはパブが交易の盛んな場所に立地していたことに由来するもので、パブがなくなった後もその名前が残っているものである。道路を結節させる方法としては、大きく分けて、交差点による制御と、インターチェンジによる制御に分けられる。木更津南ジャンクション日本の道路において、ジャンクションと称する場合、主として高速道路において、 別の路線同士を連結し、路線間での接続をするための施設の故障として使われる。JCT もしくは JC と略記されることもある。施設の定義としては、道路法第48条の3に定義された自動車専用道路の部分を、道路、軌道、一般自動車道または交通のように共する通路、その他の施設と交差させようとする場合の当該交差の 公式に規定された立体交差となる施設であり、その構造は道路構造令などの法令によって定められている。道路立体交差のうち、ランプが複数ある構造の施設がインターチェンジ構造の施設であり、そのインターチェンジ構造の施設の一部がジャンクションであるので、構造面等ではジャンクションとインターチェンジとの間で違いはほとんどない。 両者の使い分けとしては、インターチェンジが一般道路と高速道路の結節点に用いられているのに対し、ジャンクションは複数の高速道路同士の結節点に用いられている。ただし、法令などで故障の付け方に対しての縛りは特になく高速道路同士の結節点であっても、インターチェンジと称している事例も複数ある。 かつての首都高速道路はジャンクションをインターチェンジと呼称していたが、現在は全てジャンクションに統一している。なお大竹 JCT や新東名接続前のトヨタ東ジャンクションなど、ランプを持たない本線上の道路境界を管理上の正式名称としてジャンクションと呼称する例もある。このような場合、案内標識では特にジャンクションとして案内されないことが多い。 なお、日本ではインターチェンジ及びジャンクションに、起点から終点に向けて、連番でナンバリングを行っている。ジャンクションは開通時期や、需要予測などに基づいて本線、枝線が決められるが、建設費用や、立地条件等の都合から、出入り需要が高いと見込まれる路線を、枝線、そうでない路線を本線とする場合もある。ドイツではインターチェンジ及びジャンクションに、 起点から終点に向けて、連番でナンバリングを行っている。イギリスではインターチェンジ及びジャンクションに、起点から終点に向けて、連番でナンバリングを行っている。アメリカではインターチェンジ及びジャンクションに、基本的に週ごとに、マイル数に対応する数字でナンバリングを行っている。韓国ではインターチェンジ及びジャンクションに、起点から終点に向けて、連番でナンバリングを行っている。 ありがとうございます。